主な意見でございますけれども、8% あるいは 10% になる際の条件はあるのか、これは当然のごとく時の政権が来年の秋でございますけれども、経済状況、今議論の中で成長戦略等々、あるいは減災防災、こういうものを充実するということを書き込んでおりますので、そういう経済成長を前提にですね、時の政権が判断をする。ですからそれにプラスアルファ1年後にですね、国民会議で社会保障の全体像を示す、この2つの縛りがかかっておりますので、自動的に2014年の4月に消費税は増税されません。くどいようですけれども、社会保障の姿が示され、かつ経済状態が良好で、なおかつ今申しましたように減災防災、さらに成長分野に、ね、しっかりと投資が行われるということが前提に時の政府が判断すると、そういう法律の枠組みに今税の専門家の方々が調整をいただいているということでございます。